佐藤しおりはパンサー尾形に足を舐められても嫌な顔一つしなかった。売れっ子となるもタクシーを使わず自らの意思で電車やバスで移動している。美味しくない料理を出されるドッキリ企画で周りを傷つけない配慮が素晴らしいと話題になった。テントで雑魚寝をすることになっても文句一つ言わずにすやすやと寝ていた。お酒が弱いのに勧められると楽しく飲んでしまう。作り込んだあざとさがなく、パンサー向井によると有吉の壁に出ている芸人全員から愛されている。ムスッとした顔を見たことがないと言われ、性格のいい女性タレント1位にダントツで選ばれた。野球の強豪浦和実業出身で補欠や応援団の方を見るのが楽しいと語っている。東野浩二に性格の良さだけでのし上がってきたと称賛された。